大谷翔平、真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ばかり。聞いてるかな、ジーミン。知恵とか野球にまるで関係ないやん。居酒屋に貼ってそう。個人の考えなら良いけど、会社とかに書いてあったらヤバそう。貼る会社出てきそう。プルゴリが言ってそう。じゃあ一平どうなんだよ。頭使って仕事しないやつはダメよね。基本結果論やからね。高校時代から自己啓発系の本を愛読してたらしいし、日ハム入ってからも栗山のおすすめで天風瞑想録とか読んでたみたいだし、意識高すぎて怖い。一平とか富士日テレとか、いい加減な言い訳野郎ばっか集まってくるわ。稲村が好きそうな標語やね。言い訳ばっかりですまん。真言の本当は言ってない名言。大谷翔平が言った言葉を何でも内社たちが誇る。意識だけ高いやつはバカにされるけど、意識が高くないと大物にはなれない。これ必ずしもそうとは限らんな。バカが知恵を振り絞っても意味ないよ。恵まれた体格ありきのくせに、偉そうに吉田の体格で50本打ってみろや、あれが日本の平均身長や。昭和のおじさんが居酒屋で説教するときに使いそう。ご視聴ありがとうございました。